にちは。このスライドで説明するのは MAN の基本です。最初に会議の大まかな流れ、次に MAN のキーワード、そして使える MAN のフレーズを紹介します。まずは会議の大まかな流れです。流れはこのようになっています。これはあくまで大まかな流れの例であって、全会議がこのように行くとは限らないことを念頭に入れておいてください。会議の行方は完全に自分のコミュニティ次第です。次に MAN のキーワードです。一つ目は Roll Call、 出席確認です。 Roll Call では各国の名前がチェアに呼ばれます。これに対し Present または Present and Voting のいずれかで返答します。 Present と Present and Voting の違いは、 Present と言った大使は投票の際に回答を控えることができます。それに対し Present and Voting と回答した大使は投票の際に必ず賛成か反対かに投票し、回答を控えることができません。どちらを選んでも構いませんが、変更はできないので注意して選択してください。2つ目は Motion です。モーションは簡単に言えば挙手するのと同じことです。例えば Motion to open debate と言って会議を始めたり、 Motion for a moderated caucus と言って会議をしたいですというふうに提案をすることができます。3つ目は Points です。 Points of inquiry、 会議内で誰も分かっていなそうな言葉があったり、質問がある場合にこのワードを使うことができます。Points of Personal Privilege、 大使が会議出席にあたって支障が出た際に使います。例えば部屋の温度を調節してほしい、お手洗いを使用したい、声が聞こえないなどです。 Point of Order、 MAN の手順で誤りがあり、それを指摘したい場合に使います。4つ目は Opening Debate です。 Opening Debate は大使が会議を始めたい際に使います。また Resume Debateは2日目や朝食後など会議を再開させたいときに使用します。5つ目は Closing Debate、 大使は会議を終了したいときに Closing Debate と言い、会議を終わらせることができます。また一時会議を中断する場合は、例えば 1日目の終わり、休憩前などは Pause Debate で中断することができます。6つ目は Opening Speakers List です。Opening the speaker's list というモーションがあった場合、これはチェアが Opening Speech を話したい人を募集しているということです。 Opening Speech とは会議の最初に話せるスピーチのことで、大使は自分の国の紹介や議論における立場などを話すことができます。全員がこの機会に話せるわけではありません。チェアがあらかじめ話せる大使の人数を決めるので、必ず話せるという保証はありません。指名された大使のみスピーチをすることができます。仮にここで話すことができなくても心配しないでください。会議では何度もスピーチをする機会があります。また仮に挙手人数があらかじめ決められた人数の上限を満たなかった場合、チェアがチェアズプリビレッジを使用し、挙手していなかった大使にもスピーチをしてもらうことがあります。7つ目はモデレートコーカスです。モデレートコーカスは決められたトピックについて希望する大使が全員の前でスピーチをする議論の形式です。議題、時間、話す大使はモーションの際に決定されます。こんなの言葉で説明されても難しくてわからんという方はマイクで話すスピーチっていうふうに思ってもらって大丈夫です。またスピーチをする際に I を使わないように注意してください。国の大使であることを忘れずに The Delegation ofとか We などを代わりに使ってみてください。8つ目、 Yield Time、 スピーチで時間が余ってしまった、もう話すことないけどどうすればいいのか、そんな時は大使は時間を Yield、 以下のことに回すことができます。チェアに回す、大使がチェアに時間を回すというのは、すなわちもう時間いらないですということです。他の大使に回すこともできます。回された大使は元の持ち時間プラスもらった時間分のスピーチをすることができます。 Point of information、 大使は質問に時間を回し、他の大使からの質問に答えたりコメントをもらったりすることができます。
アンモデレルコーカスは大使が自由に話して交渉したり対立場を聞いたり議会を歩き回って直接話せるという議論形式です。アンモの最大の目的は自分と同じ意見を持っている国同士と手を組みブロックを形成し決議案を書くことです。できるだけ多くの国と意見交換をすることは大事ですが、しっかり目的を達成するためにしっかり目的を達成するための時間であることを忘れずに有意義に使ってください。ブロックとは同じ立場であったり意見を持っていたりする大使同士が決議案を書くためにまとまるグループです。アンモドの時間を使って形成されます。 Resolution Paper or Draft ResolutionResolution Paper 決議案は MAN の最大の目的です。Resolution Paper は会議の終盤に各ブロックからチェアに提出、会議に参加している全大使が投票し通過できるように頑張ります。使える MAN のフレーズ。1つ目、Moderated Caucus を motion したいとき。例えば、China で 10-minute Moderated Caucus をしたいときは、The delegation of China would like to motion for a 10-minute moderated caucus with a speaking time of 1 minute on the topic of nuclear power のように使います。2つ目、アンモデレイトコーカスのモーションをしたいときは、例えばブラジルで20分間アンモデをしたいときは、The delegation of Brazil would like to motion for a 20-minute unmoderated caucus のように使います。3つ目、Making motions for other stuff。これは自分のしたいことに入るときに使えます。例えば、日本で Moving to voting procedure、投票に移りたいときは、The delegation of Japan would like to move into voting procedure のように使えます。議会全員にスピーチをするときは、スピーチの始め方として Hello Honorable Chair and Fellow Delegates This is the delegation of your country Of your country には自分の担当している 国名が入ります。またはこういう言い方もできます。 Thank you Honorable Chair and Fellow Delegates This is the delegate of とか、スピーチの終え方 Thank you で終わってもいいし Thank you and I yield my time back to the chairのように使うこともできます。最後までご視聴いただきありがとうございました。3月にお会いできることを楽しみにしています。